はい、こんにちは、レガレアです。今回はですね、こちら GoPro ですね、いよいよ購入しちゃいました。今回ですね、購入したのはこちらですね、 GoPro Hero 7 Black でございます。まあ、ちょうどね、ビデオカメラ1台欲しいなーなんて思ってたところで、こちらですね、 GoPro 新しいのが出るということで、まあ、これをとうとう買ってしまおうと思いました。まあ、本当はですね、普通のあのビデオカメラを買おうと思ってたんですけど、どうしようかな、ちょっとね高いなーなんて思ってたら GoPro が出てくれたんで、まあ、これはいい機会だから買っちゃおうと思いました。ただですね、ちょっと困ったことがありまして、はい、2台あるんですよ。まあちょっと手違いといえば手違いなんですけど、まあ2台欲しいなとは思ってたんですけど、2台買うつもりはなかったです。でもね、ちょっと2台あるっていうのはどういうことかというと、まあちょっとした手違いでですね、2台来てしまったというか、まあそんな感じでございます。まあせっかく2台来たんでね、使おうかなとは思ってます。今回ですね、この GoPro なんで2台あるかっていうと、この GoPro のサイトからですね、注文して、まあ注文完了っていう画面が出たんですけど、まあ後でですね、メールが来ないなと。注文完了のメールとか来ますよね。来ないなーなんて思って待ってたんですけど、まあいつまで経っても来ないぞということで、GoPro のサイトでですね、チェックをしたら、注文されてませんみたいなことが出てたんで、まあ、それが10月の1日かなっていうところだったんですけど、まあ、あんまり遅いと、まああれなので、まあ、10月1日の時点でまた別のところでですね、注文したんですよ。そしたらね、10月の2日にその GoPro のサイトから注文したやつがひょっこり届きまして、えって思ったんですけどね、まあもう注文しちゃったんで2台目来ましたよ。そんな感じでございます。まあ、1台ですね、オークションかなんかで売って、まあ、なんとかしようかなと思ったんですけど、まあ、せっかくなんでね、2台使ってみようかと思います。まあ、何をですね、どのようにこう2台使うかっていうのはまだ全然決めてもいないし、考えてもいないんですけど、まあ、とりあえず2台、せっかくね、こうあるんで使ってみたいと思います。ということでですね、今回こちら開封していきたいと思います。ちなみにですね、GoPro のサイトで注文しますと、こちらのですね、マイクロ SD とこういったステッカーがついてきます。はい、それでは早速こちら開けていきます。まあ、2台目の GoPro はですね、こちら日本のお店で購入したものなので、日本国内正規保証書というものがついております。まあ、こちらはですね、保証書なので大事に取っておきたいと思います。まあ、先日のですね、Fire タブレットに続いて、開封全然遅れちゃってますけど、まあ大体ね、他の方みんなもう開封して使った動画を出してると思いますが、私ね、また開封から行かせていただきます。はい、こんな感じで開けていきます。はい、こんな感じになっておりますね。はい、こういう感じでございます。まあ、他の方の開封動画見てるのでね、なんとなくわかるんですけど、ここのゴムのやつを、はい、こうして、動かない。よいしょ、こうか。はい、外せました。ちょっと慣れないんでね、苦労しましたけど。はい、ではこちらですね、2種類マウントが入っております。こちらがですね、ちょっと曲がったところ、ヘルメットなんかに貼り付けるやつと、平らなところに貼り付けるこのマウントがあります。そしてですね、 USB-C のケーブルでございます。そしてバッテリーでございます。ちょっと変なとこから開けちゃいましたがね、ここから開けるんですね。はい、またね、 GoPro のステッカーが入っております。はい、そして GoPro のですね、まあ簡単な使い方ですね。はい、こちらがですね、説明書でございます。まあ、こちら、
結構ページありますけど、日本語のページがですね、あ、ここだ。まあ 4,5 ページってところですね。はい、でこちらですね、 GoPro の本体なんですが、触るのは初めてなんでね、ちょっとよくわからないっていうのがあるんですけど、はい、本体出てきました。いやー、まあまあ重量あるんですね。はい、そしてこちら裏面ですが、ウミガメが映ってますが、これはですね、ただの保護フィルムでございます。はい、保護フィルムも取れました。はい、そしてこちらですね、先に購入しておいたんですが、このレンズのカバーとですね、保護フィルムでございます。こちらをセットしていきたいと思います。はい、そしてこの保護フィルムとですね、このレンズカバーなんですが、もともと2台買うつもりなかったんですが、2台分入っております。まあ好都合と言っていいんでしょうか。なかなかね、綺麗に貼れたと思います。そしてね、こちらがレンズカバーです。持ち運びするときにですね、つけておけば安心です。こちらのですね、もう一台の方はまた別途やりたいと思います。はい、それでは本体にバッテリーをセットしていきます。はい、じゃあこちらですね、セットしていきます。ここを押しながらスライドさせると開きます。そしたらここにですね、よいしょ、はい、セット完了でございます。なんか今赤く光りましたけど、はい、では電源を入れます。お、はい、なかなかいいですね。あ、こっちにもブラックセブンと表示が出ております。でこちらですね、言語を選ぶようですね。あ、日本語。はい、表示が出ました。バッテリーがですね、まあ、話にも聞いてたんですが、全然容量ないです。 3%。 まあ充電するんでいいんですけど。はい、でこちら GoPro なんですが、まあ、バッテリーもなくですね、これから充電してまた後日ですね、この動画を上げさせていただきたいと思います。ということで、今回も動画を見ていただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。もしよかったら他の動画も見てください。それではまた。開封するだけになっちゃいましたね。